はい。じゃあ、この後ですね、何をやるかというと、まあ、今のボールが、えっ、ー、と、プレイヤーやブロックや壁に当たっても、そのまますり抜けちゃうんですね。えー、というわけで、まあ、まず、その、壁とかプレイヤーに当たったときに、まあ、ブロックに当たったときに、反射するようにすると、まあ、そういうことをやっていきたいと思います。で、それは、えっ、ー、と、どこに書いていくかというと、まあ、この下の方に書いていくのかな。 ここはちょっと待って。えっ、ー、と、このループ部分が終わった後に、ここに書くか。そうですね。えっ、ー、と、ここに書いていきましょう。えっ、ー、と、ここに、えっ、ー、と、まずは、えっ、ー、と、壁と、まあ、これが一番簡単なので、これをね、ちょっとやっていきます。で、えー、壁とボールの反射をやっていきますが、えー、 そうですね。ちょっとやっていきます。壁とボールはですね、これ簡単ですね。えー、どういうふうにやっていくかというと、まず、あ、ちょっと左右の場合についてにやっていきましょう。えー、ともしも、えっ、ー、とまあ、そうですね、ボールが、ボールの X 座標が、えっ、ー、とまあ、横900か。 え、横900ですから、もしもボールの X 座標が900よりも大きくなる。えー、または、またはというのはですね、この縦2つですね。または縦2つであります。もしくは、ボールの X 座標が0よりも小さくなる。ですね。えっと、これは、そうですね。だから、何を言ってるかというと、ちょっと完成した方でやっちゃいますけれども、 だから、ボールの X 座標がここに行ったり、ここに行ったり、端っこに行くと反射するですね。そういうことをやろうということです。ね、は、こっち行くと跳ね返ってますよね。で、こっち行くと跳ね返ってます。それをやります。で、えー、っと、それは、えー、これですね。えー、これでできます。ボールの X 座標が900よりも大きく、900ってこれです。 でゼロよりもまたは0よりも小さかったらば反射するで,で反射するっていうのはどうやって表すかっていうとボールの速度の x 成分がマイナス逆になるとこれで反射を表現することができるということになりますでそれとあともう一つですねボールがてっぺんまで行っちゃう場合があります ボールがてっっぺんまで行っちゃって、ちょっと今の場合ね、初め行かないんだけども、ボール上ですね。上に行くと跳ね返るようにしたいと。で、これ Y 座標0ですから、ただから0より小さかったら跳ね返るようにしちゃいましょう。 まあ、もしも、えー、そうですね、えー、ボールの y 座標が0よりも小さかったら、ここか。えっ、ー、と、y 成分が、えー、マイナスになると。えー、これでね、えー、ボールと、えー、壁の反射は、えー、表現できたはずです。ちょっとやってみましょう。ちょっと待って、これ、なかなか壁に反射していきませんが。あ、反射しましたね。はい、大丈夫そうです。 ちょっと右。反射しました。はい。というわけで、えっ、ー、と、ボールと壁の反射はうまくいったようです。じゃあ、まずここまでやってみてください。はい。えっ、ー、と、それではですね、一応これで壁にぶつかったら跳ね返るようになったんですよね。えー、じゃあ次に、今度、その、プレイヤーにね、ボールがぶつかったときに、えー、すり抜けないで、えー、プレイヤーにボールがぶつかったときに、ボールが跳ね返るように、えー、していきたいと思います。 で、そのためにですね、え、ちょっとここに、え、プレイヤーとボールの図を書きました。で、え、それで、プレイヤーは、あの、四角形、レクトですから、これ左上の座標になるんですね。pxpi、左上の座標になります。 で、円の場合には、あの、エリプスは中心座標ですから、BX、BI はずで言うとここになるわけですね。で、このボールとプレイヤーが衝突する条件を、えー、考えようということなんですけども、ちょっとまあ、あの、実はこの後、ブロックともね、衝突した場合も考えなきゃいけないので、ちょっとそれとね、統一的に、えー、考えていきたいと思います。だからこれは、プレイヤーでもブロックでも、 同じようにできるようにしていきたいと思います。そうすると、あの、プレイヤーの場合にはですね、まあ、えー、プレイヤーの場合には、そうですね、もう、上からしかボールぶつかんないんですけども、実は、あの、ブロックの場合ね、下からぶつかったり、上からぶつかったりしますね。えー、というわけで、まあ、ちょっと、上からぶつかる場合だけじゃなくて、 下からぶつかる場合、上からぶつかる場合、両方考えていきたいと思います。で、そうするとですね、実は、この、まあ、上からぶつかる場合だけだったら、実はね、えー、中心作業を考えないのでこちらだけでもいいんですけども、上からも下からもぶつかる場合考えるとすると、ちょっとこの、 ここで考えるよりも、四角形はこの中心座標で考えた方がやりやすいので、ここから考えていきたいと思います。で、この四角形の中心っていうのは、大きさ、横方向が P サイズ X、縦方向が P サイズ Y だとすると、半分ずつ足して、PX 足す P サイズ X 割る2、PY 足す P サイズ Y 割る2が中心座標となります。 で、そのもとでのその衝突判定条件なんですけども、ま、あたもう一つですね、衝突判定にはですね、この上や下からボールがぶつかる場合と、横にぶつかる場合があるんですね。だからちょっとボールが横にぶつかる場合はちょっとめんどくさいので、今とりあえずボールがですね、プレイヤーやブロックの上や下からぶつかる場合だけ考慮していきたいと思います。で、というわけでちょっとやっていきたいと思いますが、 はい。で、そうするとですね、えっと、まず、えー、このね、a というベクトルを考えるのがね、えー、便利です。a というベクトルっていうのは、このボールの中心と四角形の中心ですね、えー、この差になります。で、それはただ単に、えっ、ー、と、この座標からこの座標を引いてやればいいわけか。で、この座標からこの座標を引いてやればいいんですね。えー、ただし、あ、そういうことになるんですね。だからちょっとそれで、まず、えー、ちょっと y 成分からやってみましょうか。 えー、そうですね、この座標からこの座標を引くのは、えー、なんだこうか。えー、BAY から PY と P サイズ Y×0.5÷2、えー、かけるを引いたものはこれになりますね。であともう一つ、こちらに。 px, a m i n u px, マイナス p サイズ x かける0.5、えー。これが、えー、そうか、ベクトル A の、えー、x 成分、y 成分ですね。ということになります。で、これを考えて、さあ次に衝突というのはどうするか。まず、えっ、ー、と、まあ、縦方向の衝突考えていきましょう。そうすると、この、えー、ベクトル A の、えー、成分の ay ね。 AY ってのはこれだよ。BAY から PY-P サイズ Y×0.5 を引いたもの。その絶対値。絶対値っていうのは上や下からぶつかるからね。絶対値が、えー、と、この四角形の縦方向の半分の大きさと、まあ、円の半分の大きさよりもちっちゃくなる。そうすると衝突したと見なせるであろうということになります。というわけで、ちょっとそれをね、式で書いてみましょう。 えっと、もしもこの AY の、えー、Y 成分の絶対値これかこれが、えー、この絶対値ねこの絶対値がボールの半径と、えー、四角形の縦,、えー、縦の大きさの半分よりもちっちゃくなったら、えー、衝突している。 はい、こうなってるとね縦方向に、えー、衝突したことになります。で、えー、そうですね、えー、ちょっとなんかエラーが出てるからこれでエラー出なくなるかな。 な、はい、なくなりましたねでちょっと X 方向はね、今ね、コメントアウトして無視して、ちょっとこれで、えー、考えていきましたで、この時にどうなってるかというと、えー、反射ですね。反射ですから、反射っていうのは、これがピューンピューンって反射していくわけですから、Y 方向の速度がマイナスになると。というわけで、ボールの Y 方向の速度、それは BAVY か。これが、えー、マイナスになると。 これで反射を、えー、表現できるはずであります。こうね。じゃあちょっとやってみましょう。はい、反射しました。ね、これで OK です。で、あともう一つはね、何かというと、これ Y 方向はこれでいいんですけれども、X 方向もね、ちょっとやっててくださいきます。X 方向をほら、えー、勝手に反射しちゃうからね。 はい。で、X 方向も、じゃあこれか、X 方向は、えー、そうですね。AX の絶対値か。AX の絶対値が、今度、どうなればいいんだまたこの絶対値にするのね。AX の絶対値が、ボールのサイズの半分。 えーまあ、X 方向の大きさの半分、四角形の X 方向の大きさの半分よりも小さければ反射するということですね。で、まあ、両方ですね、だから縦方向にこの衝突状況を満たすし、横方向にもこの衝突状況を満たすので、ここに安どを入れてやる必要性がありますね。 えー、そうすると、この時反射すると、えー。エラーがなくなりました。じゃあ、ちょっとやってみましょう。はい。えっ、ー、と、まあ、まず反射しますけども。はい、えー。大丈夫ですね。やっぱぶつかってないと、えー、通り抜けていきます。はい。というわけで、OK ですね。はい。えー、じゃあ、次にやっていくのは、 ええと、まあ、ブロックにボールがぶつかったときに、あ、ボールがブロックにぶつかったときに跳ね返るように、えー、していきたいと思います。はい。それじゃまずここまでね、えー、ちゃんと完成させていってください、えー。だんだん量が増えたので全体像を見せるのが大変ですけども、まあ、作ったのは、えー、そうですね。こんだけか。ま、十八行か。48行のプログラムを作ったということになりますが、 はい。じゃあちょっとここまでね、これを、えー、完成させて、それが終わったら、えー、今度はブロックに衝突させていきます。